現在コンサルするフォトメッセージいただいたのは、ちょっと動画のテーマとして喋っていきたいと思います。お疲れ様です。先日動画ありがとうございました。限定動画ですね。昨日 eBay からリミットを上げたという連絡が来て確認したところ、僕も来ました。最近なんか多分結構来てるんじゃないですか。みんな出品数リミットが1万弱から、今まで1万だったけど、5ミリオン、5ミリオンまで一気に増えました。1ミリオンが100万なので、500万ピンってことですかね。ですよね。意味わかんないですよね。意味わかんないな。で、僕もなんとかミリオンまで行きましたね。で、金額は50万ミリオン。50万ミリオンってことは、5000万ドルってことですか。5000万ドルって、50億？でもよくわかんないですね。自動リミットアップでこんなにも増えるのかと驚いてましたが、いや、僕もそうですね。で、これでどんどん出品できるとモチベーションが上がりました。土日はできるだけ作業に時間を使うと思いますと。で、おめでとうございます。eBay アカウントも資産です。もしかしたら動画撮りますので、すぐ撮っちゃったんですけど、どういうことかというと、僕 eBay のアカウントって資産だと思ってるんですよ。要は eBay のアカウントって売れたりするんですよ。M&A じゃないんですけど、eBay のアカウントってサイト売買とかで売れるんで、多分、なんだろう、M&A とか、ラッコサイトとかもあるのかな。でも普通に売れたりはするんですよ。で、ただ、例えば、eBay って本当今5品とか3品からのスタートじゃないですか。で、頑張った人だけに、大量出品できるアカウントが、もらえるっていうイメージになるので、ある意味、自分のお店を、自分のお店の中に、箱みたいな感じですかね。箱がどん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 大きくなるみたいな。で、箱が大きくなればなるほど、常に例えば、日本に住んでれば、不用品であったりとか、例えばどっかの限定商品とかコラボ商品とか、例えば映画のおまけとか、コンビニ行った時のおまけとか、何でもいいんですけど、日本、メルカリじゃなくて常に海外に売れるみたいな感じの、なんすかね、武器みたいなイメージなんですね、僕、eBay って。みんなをメルカリだけど、自分は eBay にリミットがたくさんあるアカウントを持ってるから、メルカリと eBay 2つ見比べて高い方に出品すればいいかなみたいな。これって別にメルカリってある意味一生使えるじゃないですか。アカウント、いらないものがあれば売れるし、欲しいものがあれば買えるし、で eBay もいらないものがあれば世界に売れるし、別にメルカリに毛が生えたみたいな感じのイメージで、でしかもリミットがたくさんあって、ある程度評価フィードバックが溜まっていれば信頼もあるので、これってどう考えても資産だよなって思うんですよ。負債っていうのはお金が減っていくものなんですけど、資産っていうのはお金が増えていくものになるわけなので、そう考えたら、どう考えても資産になるわけですよね、eBay のアカウントって。それか、家の不要品とか、昔のコレクションとか、これ家にあってもしょうがないな、みたいな。じゃあ、とりあえず eBay に大量出品しておいて、売れたらラッキーぐらいで放置しておくか、とか。これとかも全然一つの使い勝手、一つの武器になるじゃないですか、人生の武器に。だから僕結構 eBay のアカウントって、メルカリって評価ゼロでもいけるし、別に評価少なくても売れますし、SEO 強いので新規出品ですぐ売れちゃうんですけど、eBay って信頼がないアカウントじゃないと売れにくいんですよね、やっぱり。だから、ある程度評価がたまりました。出品数がリミット増えました。これって一生使える僕武器だと思ってるんですよ。今、例えば eBay ちょっと微妙だなって思っても、たまたま例えば1年後にリサーチしました。こんな売れる商品あるの？みたいな気づきました。そこでまたビジネスが始まるかもしれないじゃないですか。じゃあ、例えば家の近くのリサイクルショップが閉店して閉店セールやってました、みたいな。で、eBay ちょろっとリサーチしたら、めちゃめちゃ利益出るじゃんみたいな。そこでまたビジネスがスタートしましたとか。イコール、そういう
物販っていうのはそのビジネスと直結しやすいんですよ。で、それがメルカリだとどうしても日本対日本の市場なのでレバレッジ効かないんですけど、これが日本対世界の市場に変わるので、そういうなんか突発的な日本のセール品とかが海外に売れまくるみたいなビジネスが今後また出るかもしれないじゃないですか。でも今後出た時にそのアカウントであったりとかリミットが高いアカウントを所有しているだけでスタート切れるので、なのでやっぱり資産なんですよ。こう頑張ったアカウントは、成長したアカウントはやっぱり資産なんですよ、これって。で、アカウントが成長していけば、やっぱりここの部分の、どんどん出品できる、モチベーションが上がった。で、土日はできるだけ作業に時間を使おうと思います。これがやっぱり絶対に成長できるサイクルに入っている証拠なんですよ、まさに。だって土日はできるだけ作業、じゃあ隙間時間があったらとりあえず出品しようとかってなるじゃないですか。で、その小さな出品が半年、1年、2年経った時に大きなものに常になっていて、その大きなもののアカウントのオーナーになれるわけなんですよね。で、そのアカウントが潰れない限りは、eBay がなくならない限りは、ずっとオーナーなんですよ。っていうことは、お金を生み出してくれるかもしれない一つのプラットフォームのオーナーの所有者になってるわけなので、それは、そこにもし5000品とか1万円とか放置しているだけで、ラッキーで売れたりとか、ラッキーでまとめ買いが入ったりとかすれば、これがまさにプチボーナスになるじゃないですか。お金入ってきたラッキーみたいな。アカウントになんか5000品出品してたけど、今日なんか10個ぐらい売れて、なんか利益として3万円ぐらい入ってきたみたいな。3万円、なんか任天堂スイッチ1個分なんだけど、何もしてないけど、任天堂スイッチ1個分なんだけど、みたいな。で、何もしてなくないんですよ、実は。過去に頑張った自分がいたから、その何もしなくってもお金が入ってくる、恩恵を受けられてるんですよ、ネットビジネスって。ネットビジネスって本当に過去に頑張った自分がいたから、もしかしたら明日5000円入るかもしれない、1万円入るかもしれない、2万円入るかもしれないみたいな。っていう確率論なんですよね。その、なんか、ポイントポイントをどんどん埋めていくんですよ。ネットビ、マネタイズポイントみたいのをネットの中にいっぱい仕込んでいくんですよ。それは物販だったら出品数だし、ブログだったら記事数、動画だったら、動画数とかね、なるんですけど。だから結局その、ポイントポイントが埋める作業っていうのを毎日隙間時間でできます、土日にやろうと思いますってなると、これどう考えても人生変わるんですよ。なんでかっていうと、ここで隙間時間に成功作業できる成功体験さえ得ちゃえば、次のプラットフォームを見つけた時にまた同じように隙間時間があれば、そのプラットフォームに作業できるんですよ、その人って。そうすると、あとは時代の流れに乗れば、新しいマネタイズを探せば、100円でも1000円でも稼げれば、あとはまた作業すれば、また一つの柱ができるんですよ、ネットビジネスに。で、こうやって常に時代の流れに乗って、新しい、要は収入源を見つけて、収入源が5本ぐらいになったら、脱サラしたりとか起業したりとかっていう選択肢も今度目に入ってくるんですよ。そう。なので、結局はやっぱり、まさになんか資産、一番でもいいんですよ、こういうのが。だって成功体験得ました、お金が入ってきます、アカウントも強くなった、じゃあそのまんまもっと頑張ろうと思うってなった時に、この経験が次につながるんですよ。そう。だから別に eBay で稼がなくていいんですよ、次。また例えば今 AI が熱いとか、また時代って早いので新しいお金稼ぎがいっぱい出てくるんですよ。本当に1年間に何個も何十個も。で、その何十個の中から自分が仮説検証して、1個でも2個でも成功体験を得て、で、この物販で頑張った経験っていうのをそこに今度投下してあげれば、また同じように隙間時間があれば作業できる自分に慣れてるんですよ。そうすると、どん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 人生良くなりますし、お金って自動的に溜まっていくんですよ、結局。だから、そのサイクルに入れてること自体が僕は一番の資産だと思うんですよね。そう。人っていうのは基本、暇があったら遊び行く、暇があったら飲みに行く、暇があったら自分が楽するために、暇つぶしのことを行動するってなるので、そう。
暇つぶしの行動ではなくて、自分が成長できる、お金が増える行動が、暇な時間、隙間時間にできるようになれば、おのずと、勝手に作業するようになるので、おのずと自分のマネタイズポイントが増えて、自分の資産が増えて、おのずと未来楽になっていくんですよ。で、未来楽になったのは、過去の自分が頑張ったから未来楽になっただけで、まあ、すべて、やっぱり、努力しかないんですよね。結局、努力しかなくて、そこには。って思いましたね。だから、一番のサイクルなんですよ。土日はできるだけ作業に時間を使おうと思いますっていうのが、本当にここが僕は一番の資産だと思うんですよね。いや、これで、本当そうなんですよ。この考えにたどり着くと、なんか、作業をしてた方が、なんか、気持ちいいんですよ。結局、仕事してる方が。なんか、今日何もしなかった一日終わっちゃったなーっていうよりも、今日8時間めっちゃ頑張ったなー。じゃあ、ちょっとなんか、サウナ行こうみたいな。ちょっとなんか、一杯飲もうとか。これ絶対に後者じゃないですか。この気持ちよさが、結局、なんか、やらないとモヤモヤするんですよね。逆に作業しないと。僕も完全にそっち側になっちゃったんですよ。作業しないとモヤモヤしちゃうみたいな。で、一日何もしなくって終わったら、もう結構絶望するんですよ。もう何やってたんだろう、今日みたいな。でも逆になんか一日8時間ぐらいパソコンしてた日は、なんか逆にスッキリするんですよね、夜。なんか気持ちいいんですよ、本当に。なんかね、矛盾ですよね、人間って。だって、作業するためにコワーキング借りてみたいな。作業するためにカフェ行ってみたいな。で、隙間時間があったら作業するみたいな。いや、ほんとなんか人間って、なんか本当に二極化してるなって思って。で、その1割じゃないですか、結局、周り見渡しても。隙間時間があれば作業する、勉強するとかって。自分のためには時間使うって1割じゃないですか。友達、同級生、親戚、兄弟、親、会社の同僚見てもいないじゃないですか、そんな人。だからその1割に自分が慣れてること自体が、これが僕は一番の資産だと思うんですよ。一番の儲けもんだと思うんですよね、これが。なのですごい僕は素晴らしいなって思いますね。で、僕自身もそうなれてよかったなって思います。僕も時間があったらパチンコしてっていう毎日だったので、ずっと。まあ、それはそれで当たれば面白かったですけどね、やっぱり。いい感じですね。まあ、とにかくなんか、時間があれば作業するっていうサイクルに入れた人が、やっぱり副業、ネットビジネスって勝てると思うので、頑張っていきましょうって感じですね。じゃあ、よろしくお願いします。